かちゃん、おはようございます。おはようございます。その連弾しました。しました。2日間昨日とおとといで。どうですか、ゴルフの調子は。ゴルフの調子ちょっとあれ。でもね、ゆかちゃん無事ね一時通過しておめでとうございます。ありがとうございます。よかった。裾野との 相性が好き。嫌い、全然嫌いじゃないけど、12月前回出た時と、グリーンの仕上がりとかも変わってるから、ちょっとそこが怖いなって感じ。ね、なんかグリーン硬くて速いってみんななんか言ってた。もう本当にそう。そうなんだ。優勝目指して頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。応援してます。頑張ります。第9組のスタートでございます。ティーホ順に選手をご紹介いたします。まず最初のティーオフは、前回大会に続き2回目の出場、広島県出身、岡田結衣香。アウトスタート9組目、全員白女のメンバーで、岡田結衣香ちゃん、前田莉奈さん、中尾志乃ちゃんの3人でしたね。結衣香ちゃんね、ちょっと右行っちゃったよね。でも全然グリーン左だから全然狙いやすい感じで、ナイスショットだったんじゃないかなと思います。あのね、thank you.
はい、リカちゃん今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は10オーバーの、51位タイ、はい、という結果だったんですけど、今日1日どうですか？今日はちょっとアイアンが悪くて、結構ドライバーウッド良かったけどアイアンが悪くてスコア落とす、苦しかったね。なんかみんなね、グリーンもカーンって跳ねてオーバーしちゃったりとかね、すごい見ててすっごい難しそう、難しかったね。そっか、じゃあ今後何練習していきたいですか？今後は、まあ、アイアンとアプローチの練習を。アイアンとアプローチ、はい、なるほど。リカちゃん2次のプロテストどこ出る？滋賀館で受ける。滋賀館、はい、もう決まり？一応。なるほど、じゃあ2次のねプロテスト合格に向けて頑張ってください。はい、友人も応援してます。ありがとうございます。今日1日お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上、リカちゃんでした。なんか一言あります？いや、特に言えない、言えないこと、スコアだったら言えない、ね、このスコアだったら言うのまたね、次もね、はい、頑張ってください。また取材行きたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。サイン会の方に行ってください。サイン会の方に。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラム、ツイッターをやっています。皆さんぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。